大田高美は、日本の政治家。京都府与謝野町長、野田川町長、野田川町議会議員などを歴任した。京都府初の女性市長である。京都府京都市生まれ、ノートルダム女子大学中退。1966年、日本航空に入社。客室乗務員となる。産婦人会で、元衆議院議員の大田天霊の息子と結婚。 夫の郷里である野田川町に移り住む。女性であっても、社会的な仕事を持つべきだという義父の後押しを受け、1975年に、野田川町議会議員選挙に立候補し初当選。途中一期休んで、通算四期務めた。議長在職中の1994年12月、財政が破綻しかけていた野田川町の町長選挙に立候補。 現職を僅差で破り初当選した。2006年3月1日、野田川町は岩滝町、茅町と対等合併し与佐野町が誕生。同年4月16日に行われた与佐野町長選挙に立候補し初当選。2010年に無投票で再選。2期で退いた。2017年、京都府議会議員の本田太郎が第48回衆議院議員総選挙に、 立候補し失職。同年11月19日に行われた宮津市及び、与佐軍選挙区の府議会議員補欠選挙に無所属で立候補するが、自民党公認の元宮津市議の中島武文に敗れ、落選。ありがとうございます。